あれ、世界のこれ際に来たもしかして。はい、皆さんこんばんは。いい、ワイワイラボの佐藤でございます。さあ今日はですね、普段とは違って地下世界にちょっとダウンパウダーね減ってきてますんで、取りに行こうかなと思って。よし、行くぞ。いぴょーん、地下世界到着。キリンちゃんおいで。あ、この辺ありそうですね。掘っていきましょう。この辺まだかな、鉄。こっちにも、あーもう3匹いる。あー無理だこれ。あーやったい。やめて。いえ、死んだ。やろう、こんにゃろう。あっちげー。くにゃろう。くにゃろめー。こんにゃろめー、こんにゃろめー。はい、死んだ。お、硫黄射手が奥でなんか荒ぶってんな。めっちゃ首振ってんな。えいや、帰るときはあれやからね。あいや、うえい、ダンパーだないか、ダンパーだ。あれ、世界のこれ際に来たもしかして。そうですね、これ際わかんないです。気は行ったことないんで。マジでこれ表現さん、こうなってんのもしかして地下世界のさ末端って普通に黒い壁なんですけどあらまあ、こっから先が世界がない。気になる方はね、配信をちょっとみんな見て。こっから進めない、読み込まないし進まない。あ、本当だ、黒い壁です。え、やば、本当ですね、黒い壁ですね。黒い壁だ、こういうことなの。え、すげえ。これが末端、末端のようですまあ地下世界そんな広くはないとは。これ初めてなんじゃない、これ配信とかで見るのは。俺も動画とかでも見たことないもんね、これ末端ですね。ないですね、うん、読み込んでないとかじゃなくて本当の末端だね。地下世界の末端は黒い壁でした。その先は何もない虚無です。どうした、大丈夫か。いや、ちーちゅんさんが、うん、なんかすごい状態になってるんですね。これ僕だけですかね、もしかして。なんか不思議げん、死にバグですかね。死にバグ出た。めっちゃ埋まってるんですよね、地面に。地面に埋まってる、サンリオさんが、うん、いや、違います、チーチューさんはです。チーチューさん、どこだ、チーチューさん。これです。あ、チーチューさんめっちゃ埋まってる。あ、チーチューさん死にバグもしかして。あ、これ死にバグですよね、多分。ドリルが地中にあるねですね。ちょっとびっくりしました、自分も。びっくりしたよ、これ。チーチューさん、ちょっと掘ろうか。いた、チーチューさん、チーチューさんあ、消えた、チーチューさん。あ、消えた。ダメだ。あれ、今あ、また埋まった。チーチューさん、うん、完璧に埋まった。チーチューさん、ちょっと待って、これ掘り起こそう。チーチューさん、あ、ぴょこぴょこ出てくるな、チーチューさん。あ、チーチューさん復活した。あ、よかったよかった。じゃあ写真撮りますよ。こちら向いていただいて。パシャッ。もう一枚。パシャッ。パシャッ。ということで、ありがとうございました。